田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム212、抗がん無知なワクチンの笑いの皆様にお届け、皆さんにお届け、チンパンジーでもわかる HPV ワクチン講座その5でございます。いや実はね、もうほらご存知の Google アルファベット、ここが首都ワシントンで使ったロビー活動費が20億円、1年でですよ皆さん、1年で20億円もロビー活動に使ってる、あるいはまあそしてもう増収増益だと、まあソニーまで増収増益だってんだからよくわからない、本当にソニーの平井さんが名経営者だったのか何だったのか、たまたまその時のバイオリズムなのか、あまりにその前にいた外人のおじいちゃんが出来が良くなかったのか、その間にソニーの優秀な技術者はみんな外へ行ってしまったわけでございますからね、本当になんか、iPS 細胞研究所の未来と同じでございます。 iPS 細胞研究所も9割の人が非正規雇用雇い止めに遭ってるということはですね、あのなんていうか、同時にもっと小さなスモールサイエンスのところに50万100万のですね研究費も上げられなくて、国立大学というものはですね、ベネフィットを生み出せみたいなことを、わけわからないことをおっしゃっているあの日本の大学というのは、あそうそうそう、ちゃんとあのヤシのあのスマホじゃなくてパソコンでもこのようにですね香ばしい御尊顔を仰げるようになっているということを申し添えておきたいと思います。そうですよ、前回も申し上げましたけど、日本のこんなことを内閣府議論してるんですよ。日本の大学、特に国立の研究大学が社会ニーズに応え投資に見合うリターンを生み出せ、いいですか皆さん、今回日本でノーベル賞もらってる人たちだって20年30年芽が出なかったかもしれないけど、その小さいかもしれない研究をやってたことですよね。半年で高成果出せ、企業の場合には半年で売れないものをずっと出すわけにはいかないでしょ。でもロングテールって商売だけじゃなくて、いいものを売りだ、いいものを見つけるためのロングテールってのもあるっていうことをですね考えないといけないと思ってますね。という中で、まあこの Google の問題もやりたかったんですけども、パート5早速参りたいと思います。でまああの、このあの以前の月刊日本、また来月月刊日本は子宮ワクチンのことをやるそうでございまして、月刊日本はですねもう保守的な雑誌です。でもちゃんと鋭いヤシーも読んでる雑誌で、この雑誌が安倍さんに子宮頸がんワクチンやめてくださいと、安倍さんたちのグループはあまりこの製薬会社系とは関係がないんですね。製薬会社系と関係あるところはちょっと今大きな声では言えませんけれども、自民党の中でも全然別口のグループでございます。まあ、あのぜひ関心がある方はこれも書いておきますけど、あのジャレット・ダイヤモンドという人のですね10病原菌鉄、これはなかなかよくできた話でございまして、面白い帯が110万部突破って、帯の上に115万部突破って帯が2つついてきたっていう、すごいですね。しかしアマゾンもまあ日版とか当版を通さなくなるというお話でございまして、まさに B2C になってくる。でもその B2C が本当にコンシューマーのためであるという必要があろうかなとは思っておりますし、まああのこれは先週の金曜日に収録しておりますけど、土曜日にはなんか田村敦さんのあの聞きたい放題、私も何度も出ておりますけど、なんとそこに子宮頸がんワクチン慢性の木村壮太さんと、子宮頸がんワクチン慢性の元読売新聞の読売ドクター編集長でバズフィードジャパンメディカルの編集者である岩永長子さんという方がお出になったので、一体どういう議論になったのか、どういうプロパガンダになったのかということはですね、ぜひ次回扱いたいと思います。さてよくおっしゃる皆さんがのがですね、 WHO が打てって言ってるじゃないかと、なのになんで日本打たねえんだっておっしゃってる方々がいらっしゃいます。こちらですね、にゃんと WHO 世界保健機構は製薬会社に頭が上がらない利益相反組織だった。 WHO の総予算、まあ、2年間で計算してるんです。2年間で40億ドル、すごい金額ですね。その中で世界各国が分担している、まあそれはザンビアとかですね、ニカラグアとかそんなところは出してないと思いますけども、分担金は世界国が出してるのは 23% です。でそれ以外は予算外拠出金というんです、寄付なんです。つまり予算は全体今使ってる中の 23% しか、
でもそれでは立ち回らないのか、あるいはいっぱいくれるから寄付口座、今大学もですね寄付口座と称するような口座っていうのがたくさんできてくるけど、それが必ずしも本当に例えば安田講堂のようなものは寄付した、あるいはまあ実はそうです、3月にですね今度東大の中にあるですね武田先端ホール、これは私武田薬品が寄付したのかと思ったらそうじゃなくて、大変に素晴らしいもんをお亡くなりになったですね武田さんという方が、研究者で、そしてまあ多少の財を作ってきたその方が、やはりこれが大事なことは自分の会社に途中から来た人の中にも、まあ大きな会社から来た人もいるけど、まあたまたま東大の人も多かったと。なので何か恩返しがしたいと思って当時の小宮山さんという総長にお話をしたら、いやぜひ行動寄付してくださいって言うんで武田先端ホールっていうのができた。武田薬品なわけじゃございません、今やもう外資のようになってしまって、そして外資にみんな日本の会社は第一産業も含めてですねみんな外資に乗っ取られたようなもんでございまして、もう TPP の前から黒船はやってきてるってことで、これに関してですね本当に鍵括弧保守と言ってるネトウヨの皆さんはですねお怒りにならないというのが私はもう大変不思議でしょうがありません。で 77% どんな人が出してるのか、ボヨヨン、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、ここが総予算の 10%、 総予算ですからね、予算外拠出金じゃないですよ、40億の 10%、 4億ドル出してるってことです。そして彼らは何を言ってるかというと、ワクチン接種と感染症対策に熱心です。もしかするとこの人たちはいい意味でのお花畑なのかもしれません。本当にアフリカの子供がかわいそうだ、だからそのためにはワクチンなんだ、そのためには感染症対策なんだと思ったのかもしれないけれども、ここで儲かってしまうのは先ほど来言ってるようなワクチンメーカーでしかないということです。そしてなんだかよくわからない、これちょっと調査しますけど、ガビっていうからガビデガビのワインかと思ったんですよ。そうじゃないんですよね。グローバルアライアンスフォーバクシンズアンドイミュレーションズ、ワクチンと予防接種のための世界同盟。なんだかよく怪しいですよね。匂いますよね、クンクンって。ワクチンも変だなって、180の中の2つとか4つしか効かないのにこれを打とうっつってんのがなんでなの。しかもその一方で 90% が自然廃止されて、 90% が自然、その残った 10% の中の 90% が自然治癒して、その残った中の 99% 近くが、ちゃんと治るんだって話聞いたら、やるべきことは子宮頸がん検診でしょ、あるいはそのお金をもっと他の難病の治療とかに使うべきじゃないの、あるいはひもじい子供のために使うべきじゃないのってのが、私は少なくとも人間の体を持った方なんじゃないかと思うんですけど、どうもそうです。まあこのいずれにしてもですね、この10病原菌鉄というですねジャレッド・ダイヤモンドの本、これは大変に面白くて、あとビデオも出ておりましたね、ぜひご覧いただければと思います。でまあそういう中でこの神経内科の人たちも言ってんで、先ほど来言ってるようにですね、まあ実はバズフィードジャパンの方々はなんか国立がん研究センターとヤフーが検索で連携したからって言うんだけど、さっき私が見せたどのくらい、あれどこ行っちゃった、あそう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 、子宮頸がんのリスクというものはこんな具合ですよっていうのは、これは実はそのバズフィードジャパンが全幅の信頼を寄せてるっていう国立がん研究センターのデータなんでございますから、バズフィードジャパンももうちょっとお目目をしっかり開けた方がよろしいんじゃないかというふうに思います。でまあ実はバズフィードの話は明日しようと思いますけど、ですからその中で私が、番組でですね前々回にお見せしたのがこれだったわけですね、モーニングクロスでなんかネットで記事をお書きになっていて、この中村理子さんがですね、ペンネーム使わないですよ、でも医師免許は村中理子さんでもらったんじゃないんですよね、村中理子って名前では出てこないわけです、医師免許もらってる人が。中村理子さんなのになんで本名を書かないのか、よっぽどそんなにパパが毎日新聞の記者だったことを伝えたくない。ところが北海道大学のですね医学部というかなんかその人たちの解放に彼女が、私は素晴らしい賞をもらいましたって、なんとかピュリッツァー賞って言うんだけど本当かよっていう、
何賞だっけ、名前忘れちゃった。ジョン・マドック賞、ジョン・マドック賞もらいましたって文章書いてんだけど、そこだけ彼女は卒業年次が書いてないんですよ。で、ジョン・マドック賞受賞おめでとうございますって北海道大学もあのお花畑なのか書いてんですけども、そして村中理子って名前で載ってんですよ。多分全然そんなことに疎い、僻地医療やってるような真面目な医者の方、村中理子なんて卒業生いたかなと思って見たら載ってないってんでびっくりしちゃうと思いますけども。で、彼女が最近書いてるのは、東京に娘を送り出す前に子宮頸がんワクチンを打つというリアルな選択。これを読んでその通りって思うっていう人はほとんど、戦争直後の娘っ子を東京の学校を出したらやられまくって大変だって、なんたる OS の古さっていう感じでございましょう。そう思わない人はお花畑だと思いますよ。この人のことをすごい褒めてるバズフィードジャパンメディカルの岩永長子様は。そして彼女はご存知のように、なんか今度50万個の子宮っていう名前の本を出すんですよ。50万個の子宮っていう名前からしてエロくないですか。イエローキャブの本を書いたんじゃないですよ。これが科学の本なのか。そして彼女は今 Facebook で書いてることは皆さんご存知のように、私が Facebook ではこれは一般の人向けに書いてることなので、専門的なところに書いてることではないから皆さんのご質問には答えしませんって、何のために Facebook やってんだって話なんで、だったらもう質問を取らなきゃいいわけですよね。で、彼女のこの本の帯です。若い産婦人科医は私に尋ねた、僕たちだけあとどのくらい子宮を掘り続ければいいんですか。それが帯に書いたんですよ。で、これを岩永さんは最近になって、やっぱり掘るって言葉は隠語かもしれない、業界用語かもしれないけど、よくないわよねとか言ってんだけど、最初はそれをベタ褒めしてたんですよ。皆さん、少なくともこの男の医者も飲み会じゃないんですから、僕たちどのくらいあと子宮を摘出していかなければいけないんでしょうか。子宮をまだ取るなら分かりますよ、掘り続けるってお前らどこの炭鉱の夕張かよっていう話でございます。打たしないかよって話でございます。こういう患者を患者とも思ってない、人間を人間とも思わないという人たちが子宮頸がんワクチン慢性と言ってるってことです。先ほど申し上げた、駒崎さんも反ワクチン脳ってどれだけその問題で悩んでる人たちを傷つけてるんですか、ほっぺたを叩いてるんですかと。仮に関係ないんだというならば、関係ないということの立証をしなきゃいけないということですよね。でもそれができていないわけです。よく言う人たちは、そういう副反応が出たからこれをワクチンと結びつけるお前らの頭が反ワクチン脳だって言うけど、こういう現象が起きてるのは紛れもない事実ですよね。じゃあその現象がな何によって、じゃあワクチンでないんだったら何によって起きたのかということを解明できてこそ科学じゃないんですか。なのにそこは目をつぶってしまうというのは全く違うであろうと思います。実はこの、マドック賞というのが何かということは、明日その本当に香ばしいお花畑なですね、古田大輔君という、朝日新聞から、バズフィードのジャパンの、社長じゃねえや、なんだ、編集者になったという方のお話をしますけども、ちょっと一枚、あれどこ行っちゃった、そう、岩永、村中理子ちゃまの、村中理子ちゃまの写真があったんですけども、時間がだいぶ過ぎました。明日ですね、そうです。これはですね、ちょっともう一回、なんか着物を着て受賞のパーティーという写真が彼女のページにはこの場所だけ載ってる。しかし蛇の道は蛇の道というか、当たり前のことで、ここに出席をしていた方から頂戴した写真でございます。いいですか皆さん、ピューリッツァー賞と称してんですが、どこにもそんなことは書いてないということはウィキペディアの論争でも出てきました。ここにほらハンガーのコートがあるんですよ。ね、これってほとんどなんか秋葉の大ビルとかその辺の住友がやってるような ベルサールなんとかの会議室みたいなもんですよ。そしてここにね、いっぱい札があるの。来てない人の札なの。で、着物を着てるんだけど、ここに立ってる人たちはみんな札つけてんのよ。審査員はここに座ってるだけなの。ここに札つけてる人は業界関係者。
で、こんなコートの爆笑がピュリッツァー賞ともあるですね、素晴らしい賞が少なくともコートルームあるような場所でやると思いません？皆さん、もしかすると子供を救うために献金をしてるんで安いホールでやったのかもしれません。じゃあこのピューリッツァー賞と称しているジョン・マドック賞がいかなるものなのかということに関してですね、明日素晴らしい記事も今まであったのにですね、今やお花畑になってしまったバズフィードジャパンも含めてですね、お届けをいたしたいと思います。